皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、 iPhone ゲームの実演紹介です。今回はマイリトルユニバースということで、僕のちっちゃな宇宙ということですね。はい、評価が高いですね。はい、こんな感じで動くんですか。なんか爽快感がありそうですね。はい、へえ、もうこんなで、はい、こんなで、いろいろステージありますね。おお、面白そうだな、ダンジョン。はい、こんな世界もあります。へえ、絵が続きますね。おっと、これはボス、ボス、ボスなの？あ、と思えばこんなのどかなところもあるということで、早速プレイしてみましょうね。一応12歳からってことになってますね。はい、炭鉱、クラフト、戦闘、美しい惑星。あ、別の惑星に行ったりもするわけですか。それ楽しみですね。はい、このちょっとムービー見てみましょうか。おお、いろいろあるな。あ、なんかちょっと鉄仮面みたいな、なんか他のね、FF とよく言われるゲームとかで出てきそうなものとかね、いろいろ出てきますね。はい、タップトゥープレイと。ああ、終わった。はい、へえ、えらい重いゲームですね。まあこの iPhone だったらなんとかなりそうですけど、はい、重いゲームだな。えらくね、なんかキャラとかこう設定できるんですかね。なんかお服とか着せられるんですか。どうなんでしょうね。はい、なんかさっきからキャラクターが違いますもんね。キャラクター選ぶんですかね、もしかしたら、ね、どうなんでしょうね、その辺。シミュレーションゲームで24位ということなんですが、とにかく評価が1万3000件の評価で 4.6 ですかね。あ、開く。はい、開く。はい、再ゲームスですか。はい、はい、バージョン 2.10。 あ、もう押していいんですか。押しますよ。はい、あれ、何も来ない。押し、あれ、あれ、どこを押しても来ないぞ。あれ、始まらないぞ。え、どういうことですか。なんかスワイプとかすればいいですか。いや、関係ないですね。準備中なの。あ、これ丸だったのね。 OKOK。 お、なんか宇宙船、ロケット。お、なんか、え、そんなんで宇宙行けますか普通。おっと、ぶつかった。おー、何が起こった。で、ロケットが惑星に到着。はい、もうなんかゲーム始まったようです。一体何をしよう。木を切ろうと書いてあります。はい、木を切るには、あれ、このこれ何ですか。あ、これただのマーク。あ、なんかハンマー。おお、切れる。あ、楽しいな。え、ちょっと待ってください。横にできますもしかして。あ、横にはできないんだ。あ、縦画面ですか。あ、なんか風が吹いてる。どんどん切らない。そんな。あ、これ切れた。よしよし。これでかいんじゃないですか。なかなかうまくいかないっすよ。ぐるぐる回ればいいのか。こんな感じ。爽快感ありますね。なんかね、ガツンガツンと動いてくれるんでね。これクリアした時にどんな感じになるのかも知りたいですね。なかなか壊れないですね、これね。さっきのような木のように、さっきのちっちゃい木のようにうまくいかないですね。なんか別のハンマーが必要。あ、そんなことないですか。必要レベル2って出てますけど、レベルがなんだこの人は。
あ、全然ダメですか、もしかして。なんか、魚に捕まった。あ、食べられた。あら、はい。え、またやり直し？よし、じゃあちょっと泳ごう。なんか、あー、またサメが、あ、外に出るなってこと、もしかしてこれ。うわー、うわー、うわー、これライフが減るとかそういうことですか？レベル2になりました、もしかして。レベルどこで見るの？木が増えてるし。あ、木が生えてきた。嘘でしょ。なんで僕が悪いの？僕が悪いんすか？うわ、ちょっと攻略法が分かりません。あ、レベル1だ。一番左下に書いてある。じゃあなんか丘に上がってちょっと押してみましょう。いろいろレベル、あ、なんか物を取るといいんだ。へえ、分かった。じゃあこの紫色の取ればいいんだね。はい、おお、設定ジョイスティック中古画面、はい、この辺は真ん中は大丈夫。右は、あ、右同じものが出た。でこれはやっぱり手に入れた方がいいんですか？紫色。ああ、しまった、サメが来た。また生えてくるんでしょ、これ切ってもね。なんかボスを倒さなきゃいけないとかですか？レベル1ですよ。レベル1で倒せないですよ。あ、ここ大丈夫だ。次。こうやって連続してやってれば生えてこないとか？でもレベルが1ですからね、そもそも。はい。だからレベル上げをしなきゃいけないってことですか？ほら、生えてきた。はい。あ、なんか目標が変わってます、もしかして。目標変わってますね。目標が読めないんですけど、ちょっと目標が読めないちょっともう、あ、ほら、必要レベル1ですからね。今ね、1ですから2は難しい。はい、ちょっと飽きてきたんですけど、だいたい爽快感をお分かりいただけましたでしょうか。はい、レベル上げが必要なようです、とりあえず。今どんどん経験値が溜まっていってくれてるといいのですが、あ、ちゃんとここに書いてありますね。50分の37。じゃあもうちょっと頑張ってみましょうかね。37だそうです。37から全然上がらないじゃないですか。あ、44まで上がった。あと6。よっしゃ。おお、そういうことですか。何ですか、この縦札。この縦札何ですか、縦札。まあいいや。とりあえず、レベルは1のままか。レベル、あ、1か。レベル1のまんまじゃん。なんだよこれ。分かんないんでここでやめます。はい、続きは皆さん頑張ってください。なんかよく分かりません。はい、チュートリアルみたいなのもなさそうだし。はい、ということで今回遊んでみたゲームはマイ・リトル・ユニバースということで、まあ確かに宇宙でしたけど、マイリトルプラネットに近い感じのゲームのように見えましたね。これ、
あれなんですよ、無料ゲームランキングでですね、ちょうど200位じゃないですよ。200位だと消えてる可能性があるんでね、今頃ね。はい。はい。ちょうど100位でございます。はい。ということで、広告なしパックというのが900円で売れてるそうですね。あ、ゲームセンターと一応連携してるみたいです。はい。ということで、皆さん、わざわざローマ字でも書いてあるというマイリトルユニバース、やってみてはいかがでしょうか。あの、とにかく評価が 4.6 なんでね、あの、やり進めると多分面白いはずなんですよ。はい。なので皆さんぜひやり込んでみてはいかがでしょうか。今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いしましょう。さようなら。